西川正人は兵庫県姫路市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。岡山理科大学附属高等学校では軟式野球でプレーし、その後大阪学院大学に入学して、公式野球部に入部すると一気に頭角を表し、2年春に故障して平子場賞。最速時速1 4 7キロメートルのストレートと鋭いフォークボールでチームのエースとなり、 プロ球団からも注目される存在となった。関西6大学リーグでの通算成績は8勝18敗、防御率3.78。大学卒業後の2005年には、三菱重工神戸に入社。1年目から、投手陣の屋台骨を支え、第76回都市対抗野球大会出場に大きく貢献した。しかし、都市対抗野球1回戦の対 JR。 九州戦では4の1とリードした7回裏から登板したものの、本田熊本からの補強選手だった草野大輔に決め球のフォークボールを捉えられて2ランホームランを浴びるなどでリリーフに失敗、逆転サヨナラ負けを喫して敗戦投手となった。これ以降の西川はそれまでとは別人のように精細を欠いたピッチングを繰り返すように、 なり、2007年シーズン終了後、在籍わずか3年で、三菱重工神戸を退社した。2008年シーズンは、復活を期して、3月20日付で、四国、九州アイランドリーグの愛媛マンダリンパイレーツに入団。課題のコントロールは改善されて、球速もマックス時速 151km にアップした。この年42試合に登板し、3勝0敗13。 S、防御率1.38の成績を残すと、10月30日のプロ野球ドラフト会議でオリックスバファローズから5位で指名され入団した。2009年8月22日に初めて一軍登録され、8月26日の対日本ハム戦に2番手としてプロ初登板。以後、中継ぎ投手として一軍で年数試合に投げるものの、目立った成績を残せなかった。 2012年9月13日の大西部戦では、中島博之にあわや危険球の投球をした際、中島が詰め寄り、西川も激行し、抗論になり、乱闘寸前の騒ぎを起こした。それから約1ヶ月後の10月4日に、球団から戦力外通告を受け、同年12月24日に、かつて所属していた愛媛に入団することが発表された。 愛媛に復帰した2013年は主に抑えとして39試合に登板しリーグ2位となる19セーブを記録した。その年のオフ12球団合同トライアウトを受験するも獲得球団は現れず現役を引退した。2016年の学生野球資格回復研修を受講した上で翌2017年2月7日に日本学生野球協会より 学生野球資格回復の適正認定を受けたことにより学生野球選手への指導が可能となった。最速時速 151km の速球に加え、鋭く落ちるフォークボールとスライダーを投げる。ありがとうございます。